ブラックホークとは、イギリス生まれ、日本調教の競争馬。主な勝ち倉2999年の、スプリンターズ・ステークス及び2001年の、安田記念ほか、1997年1月6日、中山競馬場での新馬戦でデビューし、一着。500万下条件を、出走取り消し一戦を挟んで参戦の八重桜賞で2勝目を、上げ。 続く900万下特別駒草賞で、東アステルスの2着に入った後、休養に入る。翌1998年2月、京都競馬場での宇治川特別で復帰して4着となった後、復帰後2戦目の春高賞で3勝目を挙げ、3月、中山競馬場の1600万下特別、ブラッドストーンステークスも勝ち、重賞初出走となった、ダービー強チャレンジトロフィーでも、 K-1 バイキングなどを下して、重賞初勝利を挙げる。自走の KO 杯スプリングカップで、待機シャトルの3着に入るが、安田記念では2番人気も11着に終わり、その後1年余りの休養に入った。1999年、8月の関屋記念で、戦列に復帰しリワードニンファの2着。K- 制杯オータムハンデキャップ3着を挟み出走のスワンステークスで、 ブロードアピール以下を下して、重賞2勝目を挙げた。マイルチャンピオンシップで、エアジハードの3着の後、横山のりひろから、この馬はスプリンターだよと進言され、スプリンターズステークスに出走、アグネスワールドラを尻けて優勝し、G1 競争初制覇を遂げた。2000年は、年明け初戦の半球杯を勝つも、高松の宮記念で一番人気に、 支持されるも、キングヘイローの4着。その後は、慶応杯スプリングカップ、セントールステークス、CBC 賞の参戦で2着したのが最高の成績で2000年は一生止まりに終わった。7歳となった2001年も、阪急杯、高松宮記念を連続2着し、慶応杯スプリングカップ3着を挟んで、安田記念に出走。9番人気で迎えたレースでは、 オーナーの金子正人の指示という道中広報待機から直線で大外から差し込み、日着ブレークタイムに一番審査をつけて G1 競争2勝目を挙げた。その後骨膜炎を発症して同年7月に引退。優勝した安田記念が最後のレースとなった。以下の内容は、ジャビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。2002年から、 ヤシロダイスタリオンステーションでタネボバとなり2007年からブリーダーズスタリオンステーション2011年10月からは熊本県にある本田土数牧場でそれぞれつなぎをされていたオーストラリアへのシャトルも行われた2015年7月22日本田土数牧場で心臓麻痺のため死亡したありがとうございます